は。今日も見てくださりありがとうございます。今日は簡単お鍋でカレーチャーハンです。材料分量ドン、これです。お米は30分ぐらい水に浸してあります。そこにミックスベジタブル、ウインナーを入れます。ウインナーじゃなくてもベーコンとかハムとか何でも OK です。食材の分量がお米を上回らないように気をつけてください。で、中火にかけます。で、このまま沸騰するのを待ちます。で、炊飯器で作る場合は具材調味料をそのまま入れてスイッチオンで OK です。で、沸騰待ての様子はタイムラプスです。で、しっかり沸騰したら鶏ガラだし小さじ2、塩コショウ少々、塩カレールー2かけで、蓋をして弱火に落として10分炊きます。10分後、炊き上がりました。そしたらもうこのまま10分蒸らします。はい、蒸らし終わってオープンです。これ全体をカレー粉がこう馴染むじゃないカレールーが全体に馴染むようにしっかり混ぜます。で、ルーがしっかり馴染んだらカレーチャーハンの出来上がりです。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンクを貼っておきます。そちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。